ナマンダ、ナマンダ。大無量寿経厳というは、如来の四十八願を説きたまえる経なり。説が特仏というは、もし我仏を得たらん時という御言葉なり。十方衆生というは、十方のよろずの衆生というなり。四心信行というは、四心は真実と申すなり。真実と申すは、如来の御誓いの真実なるを四心と申すなりと。ナマンダ、ナマンダ。皆さん、こんにちは。ようお参りでございます。ご当寺へは、年に1、2回、この18人会という、この行信教皇の卒業生の先生方が中心になった文母会がございまして、その時に寄せていただいておるのでございます。けれども皆様方とこうしてご法演に会わせていただくのはこれが初めてでございます。で、今日は合体へのご法座ということで、親鸞聖人のお徳を忍ばせていただくのでございますが、親鸞聖人が私たちに伝えようとなさった事柄の一番中心は、何と申しましても阿弥陀如来様のご本願のお心でございました。それで、この度はこの親鸞聖人が尊号心臓名門というお商業の中で阿弥陀様のご本願のお心を我々に分かりやすくお取り次ぎくださっております。そのお言葉をまあよりどころにしながら、五戒さんはどのように阿弥陀様のご本願を味わっていらっしゃったのか、私たちはどういう事柄をこの仏様のご本願の中で聞かせていただかねばならんのか、こういったことをですね、お話をさせていただきたいと思うのでございます。浄土真宗のご法義を聞くといえば、この本願を聞く以外にはないのでございますね。例えば蓮如上人様のご文章を拝読しましても、信心逆得すというは、第十八の願を心得るなり、この願を心得るというは、南無阿弥陀仏の姿を心得るなり、こうおせられまして、浄土真宗のご法義を聞き信心を得るということは、この如来様のご本願を聞くことなんだということをおっしゃってるんですね。で、本願って言いますのは、これは仏様のお願いということなんですね。願というのは願いという言葉ですから、仏様のお願いという意味でございます。つまり私たちに、一人一人に、私たちの一人一人にかけられている仏様のお願いですね、それを聞かせていただく。私がどういうことを願われているのか、仏様からどういうことを願われているのか、その仏様の願っていらっしゃる事柄を聞く。そして仏様の願いにかなった生き方をしていく。これが仏弟子というものですね。仏様のお弟子というものでございます。で、そこで
その仏様の願いを聞かせていただくわけでございますが、その仏様の願いが、じゃあ一体どこにそういうことは説かれておるのだと、こう申しますと、それが今御開さんが大無量寿経にのたまわくと、こういうふうに仰せられて、大無量寿経というお経の中にこの阿弥陀様の願いが説かれているんだということをおっしゃってるんですね。皆さんも今までお説教などでよくそういうことは聞いてらっしゃると思います。お釈迦様がいろんなお経を説き遊ばしたんですが、その中でですね、阿弥陀様の願いを説かれた私たちの一人一人に宿されている仏様の願いをお釈迦様がお説きくださった、そのお経が仏説無量寿経というんですね。仏説無量寿経、浄土三部経というのを、お経があるということを皆さんご存知だと思いますね。浄土の三部経、阿弥陀様のお浄土に生まれさせていただくお言われを説かれた三部作になっているお経というので浄土三部経というんですね。それが仏説無量寿経、それから仏説観無量寿経、そして仏説阿弥陀経というね、この三部のお経を浄土三部経というんだ、こういうふうにおっしゃったのが法然上人という方なんです。親鸞上人のお師匠様ですね。その法然上人が浄土三部経ということをおっしゃったんですね。その三部経の話してましたらとてもなんです、向こう行きませんからなんですが、その三部経の中でですね、一番根本になるのがこの仏説無量寿経なんだということを法然上人はおっしゃっておるんです。なんでかっていうと、それは阿弥陀さんの本願が説いてあるからだと。この本願が全ての根本なんだと、ここから全て出てくるんだと、こういうのでね、それで、この大無量寿経根本経、一番の根本になるお経だと言っていらっしゃるんですね。じゃあ他のお経は何かって言ったら始末なんだ、そこからずっと出てくる枝葉なんだと、こういうね、その一番根元、根本というのは、根というのは根のことですね。本というのは根から幹へかけての、あの根から幹へかけての部分が根本とこういうんです。根というのは根ですし、本というのはこのなんですね、こんな一時字の説明せんでもいいけど、これ本というのはね、これ木の根ですな。こう木なんです、これね。ここにこうバーッとこう張ってるから、これ根なんですね。でこの根のとこふーっとこう上がってる、こんな木ですわ。よう見ててみなはれ、木っちゅう感じしますね。このその阿弥陀様のなんですね、本願を説かれた、この本願が全ての根本であるから、それを説かれた仏説無量寿経が、これが全てのお経の中の根本なんだって言ってね、法然上人はこれを根本経、他のは始末枝葉のお経だ、そこからずっと出てきた広がってるんだ、つまりはここに収まるんだっていうふうに法然上人おっしゃってるんですね。でそれを受けまして、親鸞上人は、この大無量寿経こそ、仏説無量寿経こそ真実の経であるとこうおっしゃって、それ真実の経を表さば、すなわち大無量寿経これなり、お釈迦さんがいろんなお経を説かれておるけれども、真実の経と言われるもの、つまり仏様が、ね、如来様がこれが言いたかったんだ、これをお前たちに伝えたかったんだっていう、その仏様が一番伝えたかった、お心を、それをあるがままにすっと表していかれた、そういうお経をね、随時のお経とこう言うんです。ちょっと難しい言葉だけどね、相手に合わせて説いたんと違う、ね、相手に合わせ、相手の好みに合わせて説いたんと違う、仏様がこれだけはとっても言うておきたいというそういう思いをそのままさっと表していかれたのを、自らの心に従って説く、他の人のこと心に従って説くっていう随体の経じゃなくて、自分の心に従って説いた随時の経、これを真実の経というが、それがまさしくこの仏説無量寿経なんだ、でこうおっしゃいましてね、それ真実の経を表さば、すなわち大無量寿経これなり、こうおっしゃってる。このお経上下2巻ある、
その上下2巻もざーっといろんなことが説いてあるんだけれども、その上下2巻あるけれども、要するにこのお経が何が言いたかったんだというと、如来の本願を徳をもって経の周知となす、すなわち仏の名号をもって経の体とするなり、こういうふうにおっしゃいましてね、ちょっと難しい言葉やね、難しいこと、ところは分からんでも結構です。しかしそうおっしゃってる、ね、如来の本願を徳をもって経の周知とする。周っていうのはね、一番周っていうのは要、周要っていうことですね。この大無量寿経の要はどこにあるかって言ったら、如来の本願を説くことにあったんだっていうんですね。要って言ったら、ほらこれ扇子のね、ここ要ですね。扇子っていうのはね、どこ持ってもええちゅうもんと違いますね。あんなとこ持ったら、それは持ってることは持ってるわな、これで。けどこれ持ちも下ろしもならんちゅうたら、このこっちゃね、持ってるだけやどないしょうもないわな。ところがこの扇子はね、この要を持ちますとね、もうこれで自由自在です。開くのも閉じるのも使うのも自由自在でしょ。これが要なんです。でこれを中心にして開いたり閉じたりする。もうこの広がりはですね、全部ここへ集まってましたろ、これね。もう、まあ、この別に私がここで見せんのは皆さんよく知ってある、ね、これ要だから、扇子はこの要が壊れたらもう役に立ったんですね。これここのところがバラバラになって、ちょっとくらいね、この辺破れとったかってね、なんていうことはね、なんとか使えますけどね、ここが壊れてもたらこれもしゃあないですね。まあ、うちは孫がおりましてね、孫がこんなの見るの好きなんですね、やっぱり子供って、ね、で私はこう広げると、こ面白いと思うんでしょうね。なんとか広げようと思うんだったら、こういうふうに広げようちゅうこと知らんわな、それはちっちゃいのかわからん。でこう開こうとするんですよ、こらあかんわ、こんな。これギャッてやられて、ここパチンってだいぶやられました。やっぱり要って開き方があるね、開き方がある。その、まあ、とにかくこう要でございます。でこの大無量寿経の要、つまり中心ですわね、全てがそこへ収まっていくところです、ね、これ全部ここへ収まっていくでしょ。 この一つ収まっていきますね。これ周っていうんですね。中国ではね、周っていう言葉はね、全てがそこへ収まっていくところ、全てはそこへ収まっていくって、こういうところのことを中国語では周というんです。でそれがちょうどこの扇子で言った要になりますから、周よというね、そういうことですね。ああ、それでこれ周よ、この大無量寿経の周よは何か、一番要は何かって言えば、如来様の本願を説いたところにあるんだ。でその本願ってどういうことかっていうと、これは皆さんご存知ですね。大無量寿経お経を読んでいただいておりますと、まあ、ご自身でお読みになる方はもうもちろんご存知ですが、そうでなくても、あのお寺さんに参っていただかれて、法事の時なんか読んでいただかれますと、この説が特仏という言葉で始まってね、風習小学という言葉で終わる、そんなところ何回も何回も読んでいかれるの聞かれるでしょ。説が特仏何何何何、風習小学、説が特仏何何何何、風習小学で、ね、こういや何何何何に言いやしませんで、ちゃんと言いますね。説が特仏、国宝地獄が鬼畜生者、風習小学、説が特仏、国中人伝、重重四合、仏教三目道者、風習小学というね、説が特仏、風習小学というのは何べも何べも繰り返されるところがあります。あれが実は仏様の願いを説いていらっしゃる 場所なんです。あれ全部計算しなかったらね、まあ、後ろで、まあ、計算することもできるんだろうけどね、後ろで聞いてらっしゃる、何回も言って、あれ実は48編、ね、説が特仏という言葉が48編、風習小学という言葉が48編ございます。つまりあそこには、たとえ私、説が特仏っていうのはね、たとえ私が仏になり得たとしてもということです。こういうことを実現してやることができなかったら、不修小学というのは小学を取りませんということですね。もっと言い換えたらね、たとえ私が仏になり得たとしても、こういうことを実現することができなかったら、私は仏と呼ばれる資格がないんだ。私が仏と呼ばれた以上、必ずこれだけのことならば実現してみせる。もしそれが実現できないようなら、私は仏だと呼ばれる資格がない、仏と呼ばれる資格がないんだ、こうおっしゃってるんですね。これが四十八願だから、仏というのは何者であるかということは、逆に言ったらあそこには説いてあるということですね。仏、仏様っ
ていうね、日本は一般、日本人は一般に仏様とか言ってるね。インドの言葉で言いますとブッダ、ちょっとなまりましてブッブッとこういうんですね。そのブッ、そのブッっていうのが何ですわ、日本読みにしますから仏とこう言いますが、仏仏ってね、そのブッあるいはブッダっていうんですね。真実に目覚めたものっていう、そして人々を目覚めさせるものということですね。それが仏あるいはブッダっていう、それがずっとなまりましてね、それで仏っていうなまりになったんですね。まあ随分なまった、仏がブッダっていう言葉のなまりかいなってちょっとわからんやろと思いますが、そんだけなまったらわからなくなりますね。まあ、とにかくブッダあるいは仏様っていうのは言葉は知ってるね、言葉はみんな知ってるけどね、じゃあ一体その何者なんだ、ブッダって一体何者なんだって言ったら案外わからないですね。なお仏様、仏様って言ったら仏様じゃがなってね、あれちっとも分かってない。あの言葉知ってることとね、事柄知ってることとは別ですよ。言葉知っとったかって、その言葉が表そうとしている事柄が分かってなかったら分かったことにならん。仏という言葉、仏様という言葉知っておっても、仏様が一体何者であるのかということが分からなかったら、それは仏様が分かったことにならんですね。その仏様って一体何者なんだ、どんなお方なんだ、どういうお徳を持ってらっしゃる方なんだということを、実はこの大無量寿経は四十八通りの願いを持って説明しているわけなんです。つまり仏様っていうのはこういうことを実現し、こういうことを私たちに願い、こういうことを私たちに呼びかけていらっしゃる方を仏様と言うんだと言うてですね、この仏説無量寿経は、この仏説無量寿経は四十八願を持って阿弥陀様、もっと言い換えたら仏だというものの本質を私たちに説いてくださった、こういうお経なんだということなんですね。さあ、それでいたしまして、その中にそう今言いました、全部で四十八通りに誓ってありますので四十八願だけど、四十八願だけれどね、このまた四十八願の、まあ、大無量寿経全体の要が四十八願だけど、その四十八願にまたもう一つ要がある。まあ要の要要の要って言ったらなんだけどね、つまり四十八願の一番要になるのが、それが一つの願に収まる、その願が第十八番目に説かれておる願なんだ。それで第十八番目に説かれておりますから第十八願って言います ね、 ね、これはね、皆さんよくご存知ですよね。第十八願、これはあの、なんで第十八願って言うんだったら、十八番目に、四十八願の中の十八番目に説かれているから第十八願というんですね。この第十八願に実は阿弥陀様のご本意が、阿弥陀様がこう言おうとしていらっしゃる阿弥陀様の願いが、そしてお釈迦様が我々に伝えようとされている事柄が全てその一つに集約しておる、それがこの第十八願。だからもっと言い換えたら、この仏説無量寿経というお経はこの第十八願一つに包まっていくと、こう言っていいんですね。それが先ほど言いました浄土真宗を聞くということは第十八願を聞くこっちゃって言って、蓮如上人がおっしゃったのはそれなんです。信心逆徳すというはね、第十八の願を心得ることだってこうおっしゃるでしょ。あ、また信心ということはまた後に詳しいことを言いますけどね、信心というのは仏様の言うことを聞くということです。如来様のね、如来様の言うことを聞く、素直に仏様の言うことを聞く、その仏様の言うこと、言うことちゅうたら悪いけどね、如来様のこれ、お前にこれを伝えたいんだと仏様おっしゃってる、その伝えたい仏様の願い、それを聞くこと、その願いを聞いて、そしてその願いをね、はっきりとうなずいていく、その如来様の願いを、ああそうでございますか、ありがとうございますと受け入れていくこと、これが仏様の言うことを聞くちゅう、その仏様の言うことを聞くことを信心と言いますんです。まあ、これはだんだんとこれから詳しいことは言いますけどね。さて、その第十八願、ね、これ今親鸞聖人が、大無量寿経言というは如来の四十八願を説きたまえる経なり、この大無量寿経上下二巻あるけれども、要するにこのお経は阿弥陀さんの四十八願をお説きになったんだと。で、
その次に説が特物というはもし我物になりたらん時という言葉なり、十方主情というは十方のよろずの主情というなり、四心心行というはあっちでこう一つ一つ説明していきなはるんだけど、これ実は第十八願を説明していらっしゃるんです。四十八願は一つの十八願に収まるんだって、十八番目の願に収まるんだって、その第十八願というのはこういうことなんやでって言って、五戒さんが一つ一つこう細かく説明してくださるんですね。まあそこのところ今日はお話ししようとするんですね。でまあちょっとこんな書いて難しい字書かれたって困るわいとこうおっしゃるかしらけど、ちょっと書いてみます。第十八願だけね、ちょっと一遍書いてみます。やっぱり説が特物という言葉で始まってますね。たとえ我物を得たらんに、十方の主情、四心に信行して我が国に生まれんと思うて、内史十年戦、もし生まれずは小学を取らじ、そしてただ五逆と消防を誹謗戦闘は除く、漢文で書いてございますのでね、こういう文章なんです。そんないちいち、細かい意味は分かっていただかなくていいんですが、たとえ私が仏陀になり得たとしても、十方の世界に生きとし生けるすべてのものがほんまに疑いなく私の国に生まれることができると思うて、たとえわずか十遍でに至るまで、たとえわずか十遍でも私の名を唱えているものをもし生まれさせることができないようならば、私はまさしく目覚めたもの仏陀にはなりません。ただし五逆を作ったり消防を誹謗したりして、そして少しも恥じないようなものはこの限りではないぞとおっしゃってるんです。これが第十八願ですね。これがね、仏様のいわゆる本願中の本願、これを法然上人はね、本願中の大なり、大本願、王様だ、本願の中の王様だっていうのでね、本願中の大なりとこうおっしゃっておりますが、まあ第四十八願の中の一番中心になる、そして阿弥陀様がね、ここに阿弥陀様の聖魂が込められている、そういうお言葉でございますね。まあ今日はこの言葉を中心にしながらお話をさせていただこうとこう思うのでございます。で、説が特物、たとえ私が仏になり得たとしても、こういうことを実現できなかったら私は仏になりませんとこう誓ってあるでしょ。だから仏だっていうのはこういう願いを実現してくださる方を仏と言うんだ、仏様と言うんだということが分かりますね。だからこの事柄が分かったら仏様が分かったということなんですね。仏様が分かったということはね、同時に、あ、私はお浄土行けるもんだということが分かったことになるんです。これは結論ですけどね。そこで今日はこの話をするんですが、十方の主情、十方の世界に生きとし生けるすべてのものとこう言うんですから、仏様の願いはね、生きとし生けるすべてのものにかけられておる、誰一人としても除外例はない、ね、仏様が願いをかけていらっしゃらないものは一人もいない、みんな仏様の願いがかかっているということですね。ここが十方主情という言葉の意味ですね。もちろんこの願い最後には戒めもありますね、厳しい戒めがありますね。これまた時間があったら、時間があったら話するといったらご無礼に当たるけどね、まあ、中心になるところから話をしていこうと思います。で、まずこの十方の世界に生きとし生けるすべてのものに向かってね、如来様がどう願ってらっしゃるかっていうと、
ここに死神に信仰をして我が国に生まれんと思えとこう願ってらっしゃる。これはまあ大変なことですね。死神というのはね、五戒さんは死神と申すは真実と申すなりというか、死神というのは真実中ごっちゃとこうおっしゃってます。真実と言ったらほんまということね。信仰というのは疑いなしとなり、こうおっしゃってます。如来の本願真実に増しますを、疑いなく、ね、疑いなく受け入れること、如来様の本願の真実に増しますことを疑いなく聞いて楽しんでることを信仰というんだとこう言うんですね。仏様の誠の、お心を聞いて喜ぶ姿を信仰という、その信仰だから、これ信というのは疑いなしとないとおっしゃる。だから誠に疑いなく我が国に生まれんと思えて、私の国に生まれることができると思うてくれよっていうのが仏様の願いなんだ。これがまず願いですね。それからその次に、またお願いだからね、私の名を唱えながら生きてくれよ。ナマンダーナマンダーナマンダーと私の名を唱えながら生きてくれ。これが仏様の願いなんだ。さあそうしますとね、お願いだからね、ほんまに疑いなく私の国に生まれることができると思ってくれよ。そしてお願いだからね、私の名を唱えながら、ナマンダーナマンダーと唱えながらその人生を生きてくれよ。これが仏様の願いなんです。でもし生まれずは小学を取らず、もしそのお前をね浄土に生まれさせることができないようならば、私は阿弥陀仏とはなりませんとこうおっしゃったんですね。ほんで阿弥陀仏になったぞと言われてんだから、お前は必ずね、必ずお前を仏の世界を我が国に生まれさせるぞとこうおっしゃってる。こういうことが分かりますね。全体としてそういう意味だということが分かりますね。さあその上でね、ここで我が国に生まれんと思えとこうおっしゃってる、ここのところを一つ、なんですね、よく味わっていかにはならんと考えてみたらね、これ偉いことですよ。これは、生まれるんだと思え、しかもこれどこ生まれるんですかって、我が国です。これは仏様の国ですね。阿弥陀様が我が国と言われる、ね、だから私の国に、つまり仏様の世界、阿弥陀様の国に生まれていくんだと思ってくれとこうおっしゃってるんです。考えてみたらわしら死ぬんやと思ってますわな。大体皆さんそうじゃないですか。まあほんまのこと言う、ほんまのこと言ったら、我々は大体生まれてきて何年か生きて、それでまた死ぬんやとこう思ってますな。これよく分かりますわ。生まれてきたんやね、そして何年か生きましたんや、でやがて死んでいくんやと、これやったら分かりますな。生まれて死んでいくっていうのはこれよう分かりますわ。ただ死んでいくことになってんだけど、いつ死んじゃ分からん、執行猶予中やね。しかもこれ時々突然距離があんねん、これね。おお前の持ち時間もう切れたで言われてね、えって気がついたら、あんた、あそうかこれでしまいかいなこうやってきてるんですよ。まあとにかく生まれてそして死んでいく、これやってよう分かるんですよね。ところが仏様の願いはそうおっしゃってない、死ぬんじゃないんだ、生まれるんだと思えてるんです。えらいこと言ってはりました。これはそう、皆さんそんな思いませんか。なむちゃなこと、あんたわしらな死ぬとしか思いませんがなって言って言いますが、そうやろ、お前の目から見たら死ぬとしか思えんだろう、しかし私から見たらお前は死ぬんじゃなくて生まれていくんだと仏様おっしゃるんですが、誰どっちの命を信用するか、これが問題や。仏様の命を信用するか、俺の考えを信用するか、自分の考え信用するか、仏様の考え信用するか、どっち信用するかって、これがまあ今日の分かれ道なんだ。今日の分かれ道なんだ。そうですやろ、仏様の願いを聞き入れるか、それとも仏様の願いを跳ねのけて自分の考えだけで一生終わるか、どっちしなはるという、こういう問題になってきますね。問題になってくれたらなんですよね。そう、それで これ一番大事なところでしょ。まあ今申しましたように私たちが考えたら死んでいくしかとしか考えられない。死んでいくんだと思ったらね、で死んでもみんな別れ別れになっていくんやと。でまあ一生涯、まあみんなそれぞれ一生懸命働いてね、苦労して、まあ財産も作った、地位も名誉も作ったか知らん、いろんなことあって、苦労して生きてきた。
そらまあ考えてみたそうですわ。誰やったかってね、ええ加減なつもりで生きている人はありゃしませんのよ。他の人から見たらね、あいつ解消なしやって言われるか知らんけどね、当人精いっぱい生きてまんねんで。誰やったかってみんな自分の力いっぱいに生きてますね。あれ人のことはあんまり言わんこっちゃで、みんなそれぞれみんな違いますね。足の速い人もあれ足の遅い人もあるでしょ。なあね、あの子供あんた運動会で走ってますな、ね、やっぱり一番になるやつも俺はべたくそうになるもんおるまんがね、あのあんたそれでもみんな一生懸命走ってますねんで、あれそうでしょ。人生やったでそうですわ。みんなその人その人ええかげんなつもりで生きてる人はありません。自分なりにね、みんな精一杯一生懸命やってますね。だけどうまくいかないんだってのはね、そういうのが多いんですよ。だからあんまりよそからごちゃごちゃ言わんこっちゃな、あんたも精一杯やってんねんな、あんたも力いっぱい生きてんねんな、それだけ認めたらいいんですわ、ね、どんな成果が上がったか、どれだけの業績が上がったか、どれだけ大きな財産作ったかってのは、なんも結果なんです。まあ作ったかって置いていかんだけどな。いやいや、まあそういうことになったら。だけどね、私はそう、みんな精一杯生きてる、ね、そうして精一杯生きてきた人生ね、死んだらこれでしまいやがなと思ったら、アホらしい話やなとこう出てきますわな、ね。一生懸命生きて、苦労して。それで向こうで死んだらしまいやと思ったら、アホらしい話ですなとこうスッと出ましたろ、結論が。しかし考えてみたら、あんたなんでそんなアホらしいこっちゃという結論出さんならんねん。ほら死んだらしまいやと思うからアホらしいこっちゃという結論が出ますね。ちょっと他の言い方しましょうか。そらまだこうして一生懸命働いてきた、ね、やがて死んでいかんなら、ね、そう思ったら寂しいけどな、今度は阿弥陀様のお浄土院までさせていただいて、先立っている人ともまた会わせていただくんや、そうな、ありがたいことやなってすっと出てくるやんか。あのね、文脈っていうものがありまして、言葉には文脈があります。どの文脈で自分の人生を受け止めていくか、それが問題なんでしょう。自分の人生をどういう意味付けをして生きていくか、その生きることは同じであるけど、その意味付けの仕方によっては、この人生ってのはくだらんものとしてね、くだらんものとして一生アホらしい一生でしたっていうのは、そんなアホらしい結論出して生きることはいらんじゃないかなと思う。あれね、人生がバカらしいのと違いますね。で、人生をバカらしいものとしてしか、アホらしいものとしてしか受け止められない、その人の考え方がアホらしいんだ、その考え方が貧しいんだ。いや別に私怒ってるわけはないんだけど、いや本当そうだと思うな。どういうふうに自分の生を意味づけるか、自分の死をどのようなものとして受け止めていくか、それが問われてますね。問題は意味の問題です。ここに一つの石ころがあったとしても、この石ころがどんな意味を持っているかっていうのが、それが問題なんでしょう。道端に転がってる石ころもあるわ。龍安寺の庭でね、あれ立ってるっちゅうのか座ってるっちゅうのかね、あ、龍安寺ご存知だな、京都の。あの龍安寺の庭のあの石ころを見てみな、石ころちゅうたら、あれ石ころちゅうたら申し訳ないよな、ね、あれであこの寺ぎょうさん稼いであるわ。いや龍安寺ね、あの龍安寺のあの石庭、私は子供の子供って言うんだけど、若い自分はね、よくあんなお寺周りするのが好きで、ね、龍安寺の石庭の前のこの縁に腰掛けてね、暇なもんだからね、半日くらいぼーっと石見てる、ええもんですせ、私はそう思うんですね。あの石ころぼーっと、石ころって言うんだよ、ね、石ころと言われへんわ、あれな、ただの石や。しかしただの石ですよ。あれ山に転がっとった石やね。その山に転がっとった石持ってきて、あそこへね、庭師の方が据えなはった。しかしその据えた庭師の方はね、おそらく石がね、ここへ俺は座るんだって、ここへ据えてくれって石が言いよったに決まってある、ね、ちょっと据えてみたら、違う、俺はこことちゃうって言うたんやろな。でまたちょっと動かして、ね、あの
友達もここへ連れてきてくれって言って、きっと石がいいよって。ほんでまた違う石持ってきて、ここ横据えて。違う、そっちと違う、こっちや。って言って石がいいよったんやろな。なんで、そうかそうかって言って石を置きなはったんやと思うわ。あれ、石と相談しながら据えた石でなかったらね、あの石何百年経ったかってね、あそこでダーンと座ってね、そしてなんちゅうかな、天地をね、そこに凝集したようなね、そういう天地を凝集したような力を持って座ってますが、あれは大したもんですよ。あれはあの石と話し合いながら、話し合いながら、あそこにね、ダーンと据えなかったんやと思うわ。一つの石ころでもね、ただ山に転がってるただの石ちゃただの石か知らん。そのただの石にどんな意味をも見出し、その石にどんなその心を、その石の心を汲み取ったかっていうことによって、それはもう全然違うものになるもんな。同じ人生でもそうですよ。この人生を長いと長く生きりゃいいのか、短くてもいいのか、あまり長短は関係ないかもしらん。問題はどんな意味を見出すかでしょうな。まあ、この話とえらい長くなるけども、考えてみたらね、イエス・キリストなんてあれ30そこそこで死んではりますね。あれ32、3で死んだと思うんですよ。イエス・キリストさんってね、キリストさん言ったらおかしいな、イエスさんだ、ね、あのイエスさん30そこそこで死んなはった、けどあんた、2000年間何億という民衆を動かし続けてるもんな。ごっついもんだ。そうしますとあんたわずか30年の人生がね、無限の意味を持って生きてくるもんな。だからね、人生長い短い問題じゃないんですよ。でそれはね、あの後でどんな影響を及ぼしたか、まあこれはその人その人によって違うけどね、なおあんた誰やったかって、お釈迦さんと同じようにイエスさんと同じように、なその人の生きたい命のそあのなんですよ、意味っていうのは全く同じです。それくらいの意味持ってみんな生きてますね。それくらいの命の意味をしかっと見出していくっていうことが大事なことなんでしょうな。ちょっと話がいっぺんにボーンとあっち行ってしまったけど、私はそう思う。この自分の人生、今仏様の願いの言葉の中でお願いだからね、ほんまに疑いなく私の国に生まれるんだと、そういうふうに思ってくれ、そういう私の国に生まれていく命であると思ってくれ。仏様の国に生まれていく命っていうのはね、ほんな私は誰ですかって言うて、いっぺん仏様に聞いてみなよ。そしたら仏さん、お前は私の子なんだとおっしゃるわ、ね、如来様はね、お前は私の子なんだ、だからどこもよそ行きやせん、私の国へ、親里へ帰るんだとこう仏さんおっしゃってくださる。だから私の国に生まれるんだと、お前仏の子はよそへ生まれやせん、仏の国に生まれていくんだ。そうしますと、さよか、私は仏様の子でございましたか。そして仏様の世界を変えるべきふるさとと思わせていただけるんですか。ちゅうて、いっぺん仏様の名前で言うてみなあれ。ここで言うの恥ずかしかった、家帰って言うてみなあれ。今夜帰って仏さんの前に座った時に、仏さん、仏さんの前に座ってね、仏さん、あなた私の親さんやそうでんな、わしはあんたの子やそうでんなって言って、いっぺん言うてみなあれ、そして私はあなたのところ生まれていくんやそうでんな、わしは死ぬんや死ぬんやと思ってたけど生まれていくんやそうでんなって言って言うてみなあれ。あら仏さん喜んでくれはる、いやほんまです、そうか、お前わしの願いを聞き入れてくれたか、俺の願いを聞き入れてくれたんだったらもうお前はわしの仲間や、仏様の仲間に入れてもらいますね。それを五戒さんは正常寿にいるとこうおっしゃった。一年ぽっき入正常四十とも釈し中で書いてありますがな、仏様の願いを聞き入れたその瞬間に私たちは仏様の仲間に入れてもらう、まだここであんな飯食って煩悩を起こし続けてるけども、もうすでに仏様の仲間に入れてもらったんやっていう、そういう世界が開けてくる、ね、これが仏様の願いの言葉の中に、この願いの言葉の中に自分の生きる意味と方向を聞き定めていくということの、そういう意味なんですよね。問題はそういうね、仏様の願いの言葉の中に自分の生きていることの意味、ね、そして方向、どっち向いて生きてるかっていうその方向、それがピシッと決まれば、それで私の
生きる姿勢が決まってしまう、ね、そういう生き自分でね、そういう生きる意味と方向をピシッと決めて、そして生きていくというのは、これが本当の意味で自信のある生き方なんです。そういう自信のある生き方をしなきゃね、なんだせっかく生まれさせていただいて、先ほど言いましたように精一杯我々は、なんですよ、命すり減らかすようにして生きてきた人生なんです。アホらしいこっちゃっていうのは、そんな言葉でこの人生終わってたまるかと思うですね、そうでしょ、こんなあんた、もうあんた二度と繰り返されない、この人生はあんたアホらしいことしたっていうのは、そんなアホらしい生き方はしたくない、ね、やっぱりありがたいことでございました、辛いことも嫌なこともありましたけども、しかし私にとってこの一生は思い出深いありがたい一生でございましたって言ってね、自分の人生に合唱して死んでいけるような、そんな生き方しましょうや。そのためにはこの仏様の願いを聞き入れさせてもらうということを、この一点に尽きると思うんですよね。さあちょっと休ませていただいて、もう少しお話をさせていただきましょう。ナマンダ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 。それではもうしばらくお話を続けさせていただきます。先ほどから阿弥陀様のご本願のお言葉を中心にしながら、お話をしてきたんですが、死神に信仰して我が国に生まれんと思うてないし10年せよと、もし生まれずは小学を取らし、こういう如来様の願いであり誓いでございます。でこの初めの死神信仰欲生我国というこの言葉は、私たちに全く新しい命の領域というものを開いてくださる言葉であるということですね。私たち考えてみたら、なんですね、何もかも分かっているような顔はしてますけども、ほんま言うたら自分が生きていることの意味も分からなきゃ、死んでどうなっていくのか、その方向も分からないというのが、それが我々の本当の姿でございますね。みんな分かったような顔してはるから、私も分かったような顔してるけど、ほんまは何にも分かっとらんということでございましょうね。一体この命どこからやってきて、去ってどこへ行くのか、自分で考えてみたかって何にも見当もつかないという、そういうのが本当の姿でございましょうね。これ私が知らんだけかと思ったら、弘法大師も知らんちゅうて言うてはりましたいやいやいや本当ね、弘法大師っていうね、あの方ご存知でしょ、すごい方でしてね、あの人は、もう日本民族の生んだスーパーマンみたいな人ですわ。行くとしてかならざるなしっていうのはね、すっごい天才なんですよね、あの人。
俺はね、頭のいい人でね、みんなアホに見えたやろと思いますね、あれ、まあ、すごい人なんです。そうですね、語学も天才ですしね、あの人なんですよ、18で大学へ入ったんですがね、大学へ入ってしばらくするとね、もう嫌になって思って俺は辞めた、中で大学辞めてしまって、それでどっか行方不明になるんですよ。ほんで、まあ、行方不明になったいううちにね、おそらく奈良の大安寺あたりで、勉強してたんだと思うんですけどね、正規の勉強じゃないんですよ。それで、ひょっこりと、23歳の時にひょっこり現れてきましてね、そして「三号四義」という本を書くんです。これはすごい本でね、儒教と仏教と道教、この儒仏道の 3つの儒教と道教と仏教というこの3つを大半しましてね、そしてそれぞれの代表者を出して、それでその討論をさせて、そして仏教が一番優れているということを論証していくような、そんな本なんです。でそこへ出てくる、まあ、そんな本で、これ23歳で書いたんですね。これ日本で、この儒仏道の三教をこの対象した書物としては日本で一番古いし、また一番何なんですよ、優れておる本なんですよ。それが23歳はそこらの青年なんですね、書いてるんですね。その時出てくるその、このなんですね、仏教を代表する青年というのは自分なんですがね、それがそのヒッピーみたいなね服装をしまして、ヒッピー族、まあ、ヒッピー族中かな、まあ、半分不老者みたいな形で現れてくるんですね。そんなんですよ。でさ、正式にお坊さんになったのいつだろうかなとよくわからないくらいなんですがね、今度ひょっこり現れてくるのは31の時でね、ひょっこり出てきた時はね、遣唐使の船に乗ったんですよ。中国へ渡る遣唐使のね、その遣唐使の船が4隻あるんですがね、その4隻の中の遣唐大使、藤原の門の麻呂っていうんですが、その遣唐大使の船に彼乗っとんですわ。どこからどう潜り込んだか知らんけど乗ってるんですね。でその時にはね、なんですね、比叡山延暦寺を建てた伝教大師ってね、あの伝教大師も玄覚商という形で、行くんですが、これは遣唐副使の船に乗るんですね。で遣唐大使の船に乗っとったのは今の、空海、弘法大師、後の弘法大師なんですが、で彼とそれから何なんですよ、橘の早成が乗ってたんですね。この3人ですね、一緒に中国へ渡ったんです。4隻の船で行ったんだけど、向こうに着いたのは2隻だけですわ。1隻は難破してしまって、で1隻は日本へこの何ですね、押し流されてしまって、日本へ押し返されてしまって、とうとう行けなかったんで、4隻行った中で2隻しか行けない。でその遣唐大使の船に乗っとったんですね。でそれがそと南の方へ流されて、上陸地点も何ですね、1000キロほども南の方に流されたところでひょっこり上陸しておりましてね。で上陸したけど、あんた密入国の疑いでなかなか入れてくれないんですよ。これ日本の遣唐大使だっちゅうたかって、向こうのあんた地方長官はね、何も知らんちゅうわけでね、なかなか上陸許可してくれないんですよ。その時にね、秘書役みたいにしてたはずなんです、彼はね、空海は。その空海がその書状を書くんですよ。でその書状を書いて、それを提出したら中国人が見てびっくりするんですね。これだけの文章を書いて、これだけの文字でね、これだけの字文字でこれだけの文章の書ける、そういう秘書が乗ってる船だったら遣唐大使の船に間違いないっちゅうてね、上陸許可してくれたっちゅう。それが31の時なんですね、彼ね。はあ、すっごい男なんですよ。で、なんですか、行きましてね、中国行って、それで遣唐大使について長安の都まで行くんですわ。で遣唐大使はすぐにしばらくしてこっち帰ってくる。彼はそのまま
留学生としてそこへ留学生として残るわけですね。その時初めて彼はね留学生という名前をもらうんですよ。だからそれまでねどないしてたかはさっぱりわからないんですね。それがひょっこりそうして出てきてるんです。ほって出てきたら中国語はペラペラだしね、字書かしたら中国人がびっくりするような、綺麗な字書くし、あれはまあ大した男でね。でそこあのインドから来てたお坊さんについてサンスクリットの勉強をするんです。半年ほどですね、半年ぐらいであのサンスクリットってめっちゃめちゃ難しい語学を半年ぐらいでマスターしてしまうんですよ。でも恐ろしい男、一つの国語を一つの何でしょうね、言葉をマスターするのに半年かからないんでしょうね。そんな人なんですよ。ほんでその何ですか、密教を学ぶんですがね、ケーカ・アジャレっていう人について密教を学ぶんですね。これまた、半年ほどなんですよ。その半年ほどの間にインドから伝わった密教の全てを学んで帰ってくるんですね。でケーカ・アジャレはお前のような人が来るのを俺は待ってたんだって言って彼に伝授すると、ケーカ・アジャレ死んでまうんですよ。で亡くなった時ですね、その弟子を代表してそのケーカ・アジャレの事跡を書いた碑文をあの作ったのが空海なんですね。あんなあんた中国にはねえらい学者のっぽいもおるのに全部それ差し置いて彼が執筆してるんですよ。まあ、そんな人だからね、仏教はもちろんですがね、その詩を作ればあの精霊集と言われる素晴らしいあの詩編が残っておりますがね、そんな学問だけじゃないです。もう何でもやるんです。彼が帰ってきた時、日本に帰ってきてね、女の人なんだ、私今日は弘法大師の話に来たわけじゃないんだけど、あのまあ偉い人やちゅうことだけあの彼が帰ってきて中国から帰ってきた一足先にあの伝教大師は帰ってはったんです。でその伝教大師が帰ってきてはった伝教大師が、空海が帰ってきたっていうのでね、その帰ってきた時は留学生はね持って帰ってきたそのいろんな書物とかねそういったものを朝廷へ報告せんな、その報告するのはこれが、なんですその目録があるんですよね。将来目録といいましてね、向こうから持って帰ってきたいろんなものの目録があるんです。その目録を見てびっくりしたんですね。最澄が伝教大師最澄がそれを見てびっくりしたんです。なんでびっくりしたかというとね、日本にあったの持って帰ってないんです。ないのばっかり持って帰ってる本がね、中国から本をたくさん持って帰ってきたその書物がないのばっかり持って帰ってるということは、日本にあったのみんな読んどったということね。日本にはそれまで入ってきてたやつ全部読んどったんですね。だからないのばっかり探して持ってきてるんです。だからそれ見てその最澄がびっくりしてるんですね。なんて男だっていうわけですね。そらびっくりするで、これを見たら、そら普通の人が見たってびっくりせえへんけど、分からんやつは見たらびっくりで、分かってる人が見たらびっくりするんだこれ、ほんとはね、薬学の知識から医学の知識ね、これもすごいんですよ。だから醍醐天皇なんかあんた弘法大師話さへんねん、彼おらんで俺は生きていかれへんじゃんね天皇話さへんくらいね、薬学の力からから医学をね、それだけはないんですよ。土木建築やらしたかって超一流なの。さぬきの万能池、彼がもう多目的ダムとしてはね、明治まで最大のダムと言われたあの、万能池彼が作るんですからね、それはもうものすごい才能を持ってる。あの当時中あの、京王極秘寺中お寺ありましたろ、あの京都の東寺中お寺ね、あれもともと平安京のあれは迎賓館だったんです。その迎賓館を作るのにやりかけておって、そこへ彼が帰ってきたもんだから、その彼が指導していって、そのうちにですね、お前にやろうって言われて、あんたあそこを自分の寺にしてもて、あれ迎賓館ですよ、あの国の。それをあんた自分がちゃんと設計してやっていって呼んで、なんかなんでそら、まあもらったんだけど天皇さんから、まあ、そんな男、まあ、行くとして必ざるなしっていうね、スーパーマンみたいな男や。その彼がね、彼がちゅうたらいいか、まあ、あのお方がや、あの何ですか、秘蔵法薬という書物を書いてらっしゃる。この秘蔵法薬っていうのはあの方のまあ何ですか、主張の一つなんですがね、密教のお言われが説いてあるんです。その一番最初の序文のところ、そこにね、生まれ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 て生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らし、
こういう言葉が序文の中に書いてあるんですね。つまりこの命、生まれ生まれて、そして生の初めに暗く、この命どこからやってきたのか、去ってどこへ行こうとしてるのか、生の始めも知らず、死の終わりも知らず、私にとってこの命一体何なのか、一体私は何者なのか、それが分からんとこう言うんですね。いや、弘法大師が言うてんですよ。わしが分からんちゅうんやったらさらせやろと思いになるかしらけど、あの弘法大師が分からんちゅうやったら、やっぱりわしは偉い人やなと思うわ。うん、分からんことを分からんと言える人はやっぱり偉いんですね。ねえ、分からんことを分かったような顔してんのはアホやねん。分かったか分からんか分からんちゅうのはこれはちょっと間抜け。けど、なんですね、分かりようのない命の深みっていうのは分かりようがない。その分かりようのない命の深みに触れてね、身震いするような思いで自分の命の意味と方向を彼は見定めようとしているわけですね。そしてその秘蔵法訳という書物を書いている。で、私は金剛長経あるいは大日経といったこのお経によって私は自分の生きる意味と命の方向を見定めていくんだって言って、まあ、その書物を書いているわけですね。そんな序文見たらね、俺も読んだろかと思って、読んだろかって読んでみたんですが、難しいけどね。しかしさすが素晴らしい本なんですよ。素晴らしい本なんですけどね、まあ、しかし私はやっぱり弘法大師の弟子と違いますでな、私はやっぱり五戒さんの弟子やでな。ほんと弘法大師は大日経あるいは金剛長経といったようなお経のを通して、ね、そのお経を通して自分の命の深み、その自分の命の意味をそこで見出していこうとしていらっしゃるわけだけど、私は五戒さん上人の弟子でございますのでね、あっちはちょっと迷惑かもしれんけども、何でもまあ私は五戒さんの弟子やと思ってますね。それから私は五戒さんが見定められたように、この大無量寿経に説かれた阿弥陀様の本願の言葉の中に自分の生きる意味と方向を聞き定めさせてもらう、これが阿弥陀様の弟子であり、お釈迦様の弟子であり、そして五戒さんの弟子としての生き方やと私は思ってますね。なんやったら一緒にそれをね、皆さん方も一つ味わっていただけたらと思って、今日こうして来てるわけなんで、ね、前置きが長すぎるなこれは。でしかしその言葉の中でね、私は何ですな、自分が生きる意味、そら考えてみたら命ってのは本当に不思議ですよね。俺は生まれてきたんやって言うけどね、気がついたら生まれとったんでしょ。な、生まれてきたことをあんた知ってる人間おらへん。ねえ、気がついたら生まれとったんだ。それ生まれてだいぶ経ってからですよ、わしが生きてることに気がついたな、ね。しかもあんたわしは生きてるって言って偉そうに言うてるけどね、一遍でも自分の力で生きしてんかい。自分の意思で生きしてますか。自分の意思で心臓を動かしてますか。自分の考えでね、心臓を動かしたことないんです。自分の考えで生きした覚えもないんです。ここで生きせな死ぬがなと思って一生懸命生きしてるわけでもないんだ。命の営みはね、私の意思やら意識の届かんところで行われてますね。わしの手のね、私の手の届かんところから、そこで私の命の営みは行われてますわ。あなた方もそうでしょう。だからね、それ命の深みなんてなったらわけわからんですよ。もう早い話が、私は私やとこういうね、私っていうのは私が これが私やと思ってますわな、まあ、一応そのようになってますね。一応そうなってるけどね、これ私やって言うけどね、これだけで私になれるかって、あんなことあれへんで。もしこれだけで私であり得るんだったらね、私を今真空パックしてみなはれ。真空パックってありましたら、この頃おかずでもみなあんた真空パックしてあるね。あんなおかずね、みなあんた袋に入れて、お袋の味っていうのは出たからとにかくね、みな袋に入ってあんた真空パックしてある。ちょうどあのようにですね、私をこうピシッと、この私を真空パックしてみなはれ。私が私だけで私であり得るならば、私を真空パックしたて私は私であり得るはずですがね。しかし私が密封されて真空パックされた瞬間に私は死にますせ。つまりその瞬間に私は私でなくなるんだ。第一酸欠や、酸素欠乏や。なま一息ね、瞬間にパッと息止まるもんな。
そうするとあんた、私あんた生きるためにはだいぶ広い範囲が必要なんや、ね、どこまで私なんやろ、この私はどこまでが私やろうな、そう広いですよ私は、ね、この命はねずっと礼拝してまんねん。そら木でもみんなあれあれだいぶ長い根が張ってましたろ、私の命の根っていうのはずいぶん広がってますね、広い根がある、この宇宙全体が、いやこの地球全体が私の命の根ですわ。だいたいみんなそうでんね、みんなこつい根持ってある、この地球全体大ほどの根持ってある、それくらいの命なんですよ。本当言うたら私はこんだけちっこいもんやと、私だけで私やと思ってるけどね、そんな小さなもんじゃないんですよ。無限の広がりを持った命なんですね。だからその命の意味もう捉えようもない。しかもあんた今言ったように自分が生きてる、俺が生きてるって言うけども、な自分で生きようと思って生きてるんじゃない。気がついたら生きとった。しかも今また今もなお私の手の届かんところで、私の意志の届かんところで、私の知識も届かん深みから私の命は営まれてる。そしてやがて私の手の届かんところでこの命は終わっていくんですよ。だからね、命、私の手の届かんところで命が始まり終わっていく、そして営まれているとなったら、私の命ってなんだって言ったら手のつけようがないわな、これは。だから弘法大師といえども、生まれて生の初めに暗く、死んで死の終わりに暮らし、生と死の意味を私には全くわからないとこうおっしゃった。しかしあのわからないとおっしゃった時にね、この命が無限の深さを持ってね、無限の広がりを持ってね、この命が営まれているということが何かそこで実感されてたはずなんです。そういう実感を持ってあれ飾ってるんですよ。だからさんがやっぱり弘法大師ってね、偉いお方やと思うんですがね、その弘法大師の話はもうそこにしておきました。しかし私たちはこの生と死っていうのは、あれは生まれてきて死んでいくっていうのは、こんなちっぽけなことでしか考えられない。これが私たちの考えですよね。しかし仏様の目からご覧になったら、私の命はそんなちっぽけなもんじゃない、もっと大きな、もっと広い、もっと豊かな、そういう無限の命に連なっているような、そんな命の場というものを仏様は見出していらっしゃる。だからね、仏様、あんた誰ですねって言ったら、私は一切であるとおっしゃるでしょうね、私は一切である、こうおっしゃるのが仏様なんですよ。だから一切衆生の上に自分の命の躍動を見ていらっしゃる、生きとし生きるすべてのものの上に自分の命の躍動をご覧になっている。お前は俺と別物じゃないんだよとこうおっしゃるんでしょうね。だから仏様はね、私たちの一人をね、なんですね、仏師、仏の子とこうおっしゃってますわ。あるいは一子とこうおっしゃりますね。一子って一人子、かけがえのない大切な子という意味ですね。一切の修行は仏の子で、如来の子であるとも申し上げてますね。如来師、五戒さんはね、なんですな、涅槃経というお経を、教行証文類の新文類の中に、新人の男をずっと称えられるところに涅槃経を引かれましてね、如来は修行のために慈父母となりたまえり、まさに知るべし、一切の修行は如来の子なりとこうおっしゃってます。仏様は生きとし生けるすべてのものにとって慈しみ深き親様である。まさに知るべし、一切の修行は如来の子なり、みんな仏の子なんだよ、如来様の子なんだぞとこうおっしゃってます。で、あるいはね、十方の如来は修行を一子のごとく連念する、一人子のように如来様は私を念じていてくださる。だから私たちはどうあるのが一番正しいあり方かって言ったら、仏様を親様と呼びながら生きるのが一番正しいあり方なんだっていうのでね、如来は衆生を一子のごとく連念する、この母を思うがごとくにて衆生仏を臆すれば現前到来遠からず如来を拝見疑わすと御和さんにおっしゃってますね。仏様が親様なら、私は仏様の子であるという、そういう思いを持って仏様を、子供が母を
慕うように、お母ちゃんお母ちゃんと子供が母を慕うように仏様の皆を唱えていくのが一番落ち着ける生き方なんだ、一番安らかな生き方なんだというのでね、この母を思うがごとくにて子供が母を慕うように衆生仏を臆すれば、仏様を思うならば、その思う心の中に仏様はいつも生きていなさるぞとおっしゃるんです。仏様に会いたかったら仏様の皆を唱えよ、その皆を唱え仏様を思う人の心に如来様はいつも生きていらっしゃる、こうおっしゃってね、如来は衆生を一子のごとく連念す、この母を思うがごとくにて衆生仏を臆すれば現前到来遠からず如来を拝見疑わす、こうおっしゃられてますね。そこでね、お互い今日は一つね、先ほどもちょっと言うたんですが、お互い仏様の子やということをね、これはっきりとその、開かせてもらおうと思うんですよ。これはね、例えば原神僧図、ね、ご存知ですね、原神公開一大経遍起安尿寛一切というの原神僧図、原神僧図が往生要集の中でね、病人さんに呼びかける時の言葉がある。これはね、まあ、今よく言われるターミナルケアって言いますかな、臨終間近になった友達、それをこう介護していく、ね、みんなこれ25、3枚絵っていうのをお作りになるんですけどね、そしてね、病気になりますとね、その同士が病気になりますとね、お友達が病気になりますと2人ずつ当番でね、看病するんですよ。これがもう義務になっとんです。で、まあ、臨終間近になると2人ではちょっと手が足りない時は3人もしくは4人がかかって病人の世話をするんですね。でその、下の世話をしたり食事の世話をしたりすると同時に、一緒にこうお念仏を、味わう、そういう死ぬまでそういうふうなね、この同業としての務めを果たしていくんです。でその時にね、まあ、死にかけている病人さん、ね、死にかけている病人に呼びかけていく、この時にはこういうふうに呼びかけるんだ、さあお浄土が近づいてきたで、決してよそ行くんじゃなくて仏様のところ行くんだよ、ね、必ずお浄土へ連れて行ってくださると思ってお念仏しなさいよっていうふうにね、そういうことをずっと言うんです。もう最後はね、いろんなことを説くけど一番最後になったらね、さあお浄土へ行くんやで、この言葉で何万ダブ何万ダブとお念仏しようってそう書いてあるんです、お浄土っていうのはそういうことが書いてある。ああいうやっぱりええなと思うな、死にかけんね、もうこの頃あんた集中治療室入ったらな、まあ誰も寄せつけてもいいなって、ね、じゃあさん下つけられてあんたもう念仏も唱えられんよな、俺あんな死に方嫌よ、死ぬ時はもう全部とてもって、念仏ぐらいな唱えさせてもらいながらあんた、死にたいと思うけど、まあまあこの間お医者さんに言ったら、いやいやそれはそう、もうそんな言うててもらったらちゃんとそれしますって言って言うてくれてもらったんだな、もう約束してまんねん、どっちが先か知らんけど、いやいや そんなんで、お医者さんとも知り合い持っとったらよろしいで、まあまあそれはいいよ。でその時にね、その臨終間近な病人さんに語りかける時にね、仏師とこうしてね、仏師とこうして仏師よ、で自分もね、原神僧は自分のことを仏師原神とおっしゃいます。自分の名前の上に仏師とつけてね、仏師原神とこうおっしゃってます。なんやったらあんた方今日帰ってから自分の名前の上にこうちょっと仏師と書いて置いときなあれ、仏師花子とかね書いてたらで仏師原神とこうですね、それからその、病人さんに向かってね、仏師よ、ね、お前仏さんの声で、だからね仏さんを親里へ帰るんやで言うてね、そしてその、なんですな、陰情垂れたまえ生阿弥陀仏とこう言って、その最後は見送るんだ言うて、その最後までの見送り方まで書いてありますわ。そこにこういう仏師という呼びかけでなさってますな。これはいいですね。ちょっと話がえらい長くなりましたけどね、昔、今からそうですね、1,200、1,300 年前のことですが、インドにね、シャンカラというすごい天才宗教家が出たんです。これはベーダンタ学派って言われるインドの哲学宗教を大成した方なんですがね、
この人も30そこそこで亡くなった人なんですけども、このシャンカラというすっごい天才宗教家がいたね。それは今でもインドのいわゆるヒンズーイズムって言われるものは、ヒンズー教っていうのはこのシャンカラによって支えられているって言っていいほどの大きな仕事をした方なんですね。この人はね、弟子が入門していきますとね、一番最初言うのはお前誰だっていう、それだったらしいですね。入門してきましたろ、あとまあ言うたら口頭試問あの何ですか、面接をするわけですね。その時にお前誰だってこう言うたらそうですよ。そしたら弟子あの入門してきたのはね、私はあの 何がしでございますって名前を呼びましたってね、私は掛け合い実践でございますでこう名前呼びましたな。そしたらそんな名前なんか聞いておりません、ね、そんな名前なんか聞いて、名前なんてこう書いてある、ねね、願い書願書の中にお前の名前ちゃんと書いてある、ね、今更お前の聞くことはない、俺が聞いてるのは名前聞いてるんじゃないんだ、お前が誰だということを聞いてるんだとこう言うんです。名前聞いてるんだ、じゃあお前が誰だということを聞いてるんだとこう言うんです。はあ、私 の、 あの父親はこういうもんで、母親はこういうもんで、こういう家系に生まれて、実は今までこんな先生についてのことみんな履歴書に書いてある、そんなこと聞いとりゃせん、うん、お前が誰やちゅうことを聞いてるんだって言ってた。もうそんな言われて分からないなと、分かりませんって、そうか、それを勉強するんだ、ここへ来てな、何勉強するのか、お前が誰だということをお前がちゃんと確認する、それがここへ来て勉強するこっちゃで、言うてこう言うてるんですよ、うん、これやっぱりすごい人やなと思う。この人がね、このシャンカラが15、6の時に、あるお師匠さんに着いたんですね。師匠のところへ行った。そしたらやっぱり師匠がそう言うたらしいね。あのインドの偉い人あのお坊さんはね、お坊さんっていうかその修行者はね、ちょっと高いところ座ってはりますね、こうして済まして座ってはりますね、インドの修行者は。この頃はかなんとかいうあの、なんか超能力者みたいなのがなんか出たって、えかあなあハイババサイババ、あサイバーか、あ、わしもテレビで見たことあんねんけど、もう割れてしまった。あそのサイババ、あの人なんかでもね、なんだ ああいうその修行者、あんな超能力中なちょっとごまかしてたけどな、まあ、とにかく、ああいうのが、ああいうのがって座っててましてね。で、シャンカラが来ましたらね、やっぱりお前誰だとこう言って言ったらしいんですね。その時彼はね、即座にね、私はブラフマンである、ブラフマンというのはね、宇宙の根源的実在ということなんですね、私はブラフマンであり、ブラフマンの子であるって言って答えたそうですよ。ほいったらそこ高いところ座っとったお師匠さんがシャーッと下降りてきてね、ほんで手を取ってね、あんたのような人が来てくれるのを俺は今まで待ってた、よう来てくれたって言ってね、共にその、ブラフマンを学んでいこうって言ってからに手を取り合ったっていう、そんな話があるんですよ、うん、まあこれは、なんですね、ヴェダンタの哲学の根源的な問題になるんですけども、しかしそれはまあいいとしてね、おそらく五戒さんさんはね、五戒さんに私はあんた誰ですかって言って聞いたら、私は阿弥陀様の子でございますってきっと答えはったと思うわ、ね、だからね、私たち一人一人がね、如来様から我が子よと言われている、ね、かけがえのない大切な我が子である、それが仏様の私たちの一人一人を見抜いてくださる時の言葉なんです。我々ね、煩悩具足の凡夫って言ったらね、なんか悪いやつでどうしようもないやつでね、ゴミみたいに思ってるか知らんけどね、ゴミと違いますね、人間は。あの煩悩具足の凡夫って言うってことはね、ただわけもなしに悪いやっちゃということと違うんです。仏様の子でありながら、仏様の子らしからん生き方しかできてないっていうことが申し訳ないことでございますっていうのが、あれが煩悩具足の凡夫っていうことですよ。悪いのが悪いんやったら何が悪いね、当たり前やんかね、え、そうでしょ、悪いのが悪いなら当たり前じゃん、青が青やったら何が悪いね、当たり前やねんか、ねえ、それあんた何も恥ずかしいことも何でもない、そうでしょ。
あれが恥ずかしいことだ、煩悩具足の凡夫っていうのは恥ずかしいことだっていうのは何かって言ったら、あってはならんあり方してるから恥ずかしいんです。仏様の子でありながらまるで悪魔に魂打ったような生き方してる。仏様のことも何にも忘れてしもうて、ね、そして好きじゃ嫌いじゃ、すんだじゃ、すまんじゃ、惜しいじゃ、欲しいじゃって煩悩ばっかり燃やして泥まみれになって生きてるから、だから仏様に対して親様に対して申し訳ございませんって言うてんのが、あれが煩悩具足の凡夫という言葉なんです。でそういう私に向かって如来様がね、その煩悩だらけの生き方、ね、財宝にまつわるまみれた生き方しかしてないその私に対して、それでもお前は私の子なんだよと言い続けてくださるんだ、ね、それでもお前は私の子なんだよ、だからお前は私の国に生まれていくものなんだよ、こう仏様がおっしゃる。それが私心に信仰して我が国に生まれんと思えっていう言葉だし、私を親と呼んでくれっていう言葉なんです。念仏しなさいっていうことは、私と親、私を親と呼んでくれって言ってることなんですからね、だからあんたお願いだからね、私を親と呼んでくれよっておっしゃるのは、あら親子の名乗りをしてくださってんだ、お前は親、私の子なんだよとおっしゃってくださってることですね。だから、はあ、申し訳ございませんっていうのはそこから出るんです。その申し訳ございません、それで仏様を親様と呼んでいくのが、南無阿弥陀、南無阿弥陀、南無阿弥陀というお念仏なんでしょう。ですから煩悩具足の凡夫って言ったらね、ゴミと違いますで、これは、あの俺なんかね、煩悩具足の凡夫で悪人でって言ったらね、ほんまにどうしようもないゴミみたいに思ってもたら、これは仏様に対して申し訳ない。そうじゃなくて、仏様の子でありながら仏様に背中向けた如来様の子らしからん生き方していることの申し訳なさ、そのことを如来様の前で恥じってる姿が、在業人獣の凡夫、煩悩具足の凡夫という言葉であり、それを懺悔の言葉というんですよね。あれ恥ずかしいって言うんです。恥ずかしいっていうのはあってならんあり方してるから恥ずかしいんで、なんだただのあんたなんですよ、ただの凡夫だったら凡夫が凡夫であって何が悪いねって思うんですね。凡夫であったらいけないんだって、なんでですかって、お前仏の子なんだからだ。それが凡夫であることの恥ずかしさに気がついたら、ね、そこで申し訳ございませんというその懺悔の心が起きてくるのが、それが煩悩具足の凡夫という言葉で、それはね、逆に言うたら仏様の子であるという、そういうことの、これ同じことを言うてるんですよ。ですからね、煩悩具足と心知して本願力に乗ずれば、すなわち衛心捨て果てて発生上楽生せしむ、あの発生上楽というのは本来のあるべきありように帰っていくということですね。その本来のあるべきありように返してくださるのが仏様のお力、その本願力によって私をあるべからざるあり方から本来のあるべき姿に返してくださる、それが仏様のお救いの働きなんですね。でそのことを、この第十八願のお言葉の中で如来様はおっしゃってるわけですね。だから一番最後のところで、五逆を作り消防を誹謗する者を除くって言ったらね、五逆を作り消防を誹謗しちゃいけんぞ、こういうことしちゃいけないぞと、ここで如来様は私たちにね、厳しく戒めておられるわけですね。その戒めを聞いて初めて、あ、俺はやっちゃならんことやってたな、おもちゃならんこと思っとったなということに気がついたら、もうそれで仏様の仰せの中に入ったことでしょう。如来様の仰せを聞いたこと、言うことを聞いたことになるでしょう、ここ入っちゃいけないやと、あ、入っちゃいけなかったんかいなと、入っちゃいけないというのはあったから初めて分かったんだ、ね、誤訳を作り消防を誹謗するってね、そのことがね、恥ずかしいことだと知らせてくださる言葉が、遊女五逆秘宝消防ということだ。で五逆さんはね、五逆を作り消防を作ることの罪の重さを知らせて、そして衛心させて、申し訳ございませんと衛心させて、十方一切の衆生皆漏れず救わんとなりと、こうおせられています。除くという言葉でもって、私たちに自分の罪に気づかせ、過ちに気づかせて、そして本来の姿に帰らせようと如来様は
御本願の中にあえて遺書語訳秘宝書という言葉をおっしゃってるんだというで御会さんはおっしゃるんですよね。お話をしてると、何ですわ、時間が、だいぶ遅くなりました。ちょっと何ですね、これ以上遅くなるといけませんので、お昼はこれで終わらせていただきまして、また夜分にご縁に合わせていただきたいと思います。どうも失礼します。ナマンダーナマンダーナマンダーナ聖人一流の五感家の趣は新人のもって本とせられ候そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙をすれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情せしめたもそのくらいを一年勃起入症状始終とも釈しその上の称名念仏た如来はが往生を定めたまいし御恩法人の念仏と心べきなりあなかしこうあなかしこう何万だ何万だ何万だ。ご一同にお両下質言もろもろの造業雑種自力の心を振り捨てて一心に阿弥陀如来我らが今度の一大事の御所御助け僧らへと頼み申して僧侶頼む一年の時往生一乗御助け事情と存じこの上の称名は御恩法者と存じ喜び申し僧侶この御断り聴聞申し訳僧侶こと御解散承認御出世の御恩次第僧正の前時式の朝からざる御関家の御恩とありがたく存じ僧侶この家は定めおかせられる恩をきて一号限り守り申すべく僧侶ナマンナム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 ツナマンナムツなまんだ。信行というは如来の本願真実にましますを二心なく深く信じて疑わざれば信行と申すなりこの四心信行はすなわち十方の主情をして我が真実なる誓願を信行すべし進めたまえる御誓いの指針信行なり凡夫自力の心にはあらずと。なまんだ。はい、皆さんこんばんは。今日のお昼からご法演に合わせていただきまして、親鸞聖人の、お誕生を、忍びながら聖人が教えてくださった阿弥陀様のご本願のお言われを皆様方と一緒に確認させていただいて参ったのでございます。で、今夜もこのご本願のお心についてお話をしていきたいと思うのでございます。で、今親鸞聖人がそのご本願の
第十八願のお言われを大変詳しく注釈をされておりますのが、今拝読しました尊号心臓名門と呼ばれるお商業の一番最初の部分なのでございます。そこで、死心心行欲生我国と言われたこのお心をですね、注釈をされまして、死心心行というのは我が真実なる誓願を心行すべしと十方の修行に向かって進めてくださる御誓いの死心心行であって、凡夫自力の心ではないとこうおせられています。そして欲生我国というのは他力の死心心行の心を持って安楽浄土に生まれんと思えとなり、阿弥陀様の他力の死心心行を持って安楽浄土に生まれさせていただくんだと思いなさい。これが死心心行欲生我国という言葉なんだ。そして内視十年と言われたのは、如来の御誓いの名号を唱えんことを勧めたものに変樹の定まりなきほどを表し、時節を定めざることを主上に知らせんとおぼしめして、内視の御事を十年の皆に添えて誓いたまえるなり。こういうことを仰せられている、大変難しい言葉でございますけどね。内視十年せよっていうのはね、たとえわずか十遍でもいい、私の名を唱えながら、私を親と呼びながら、その人生を生きてくれよ。人の命は長い短いはどうしようもないことでございます。長ければ長いで、その長い人生をお念仏の中で生きてくれ、短ければ短いで、その短い命いっぱいをお念仏の中で生きてくれ。だからたくさん唱えるか少なく唱えるか、それは命の問題であって問題じゃない。だから、多く唱える人は多く唱えて結構、わずかしか唱えることができないでこの人生を終わる人はそれも結構、ただ命の限りを私の名を呼びながら、私を親と呼びながら生きてくれというのが仏様の願いである、こうおっしゃってるんですね。でこの本願のお心を今日お昼からお話をしてきたんです。死心心行欲生我国内視十年、こうおっしゃった言葉、大変難しい言葉ですけども、お願いだからね、本当に疑いなく私の国に生まれることができると思うてくれ、そしてお願いだから私の名を唱えながらその人生を生きてくれ、これが仏様の願いである。この仏様の願いを聞き入れて、この願いの通りにですね、そうでございますか、じゃあ私はね自分で考えちゃ何も分かりませんけれども、しかしあなたのおっしゃるお言葉が誠であるといただいて、あなたのおっしゃる通りにお浄土に生まれさせていただく身であると、そう思い取らせていただきます。そして今日からはあなたを親様と呼びながら生きさせてもらいますと、こういうふうにこの本願のお言葉を受け入れたことね、その受け入れた時に私たちは如来様のお弟子となる、仏弟子となっていくわけですね。そして仏様はね、私の願いを受け入れたお前たちはもうすでに私の仲間に入ってくれたんだとこうおっしゃってね、正常寿に住する、正常寿にいるとかね、大衛衆の数にいるというような言葉で表しておられますね。あのお正信言に筆逆入大衛衆衆とこうありますね。大衛衆というのはね、お浄土の正住ということなんです。お浄土で阿弥陀様のご説法を聞いている人たちのことを大衛衆というんですね。その仲間に入ってるんだって言うんです。まだこちらで飯食いながらね、まあ、飯食ってるったらなんだけどね、このシャワで飯食いながら煩悩を垂れ流しにしているような浅ましい日暮らししてるんだけどね、如来様の仰せを聞き入れて、如来様を親様と呼びながらお浄土を目指して生きている人間はもうすでにお浄土の小獣の仲間に入ったんと一緒だ、こうおっしゃってるんですね。考えてみたらね、お浄土へ行って聞くのもね、ここで聞かせていただくのも同じ阿弥陀様の仰せを聞かせてもろうとんですわ。お浄土へ行って聞くことも、今ここで聞かせていただいていることも、阿弥陀様の、なんですね、願いの心を聞かせていただいているんだから、本質的には同じだ。だからね、お浄土にの小獣と我々とは月とすっぽんほど違う、ね、お浄土の小獣は煩悩もきれいに断ち切った、美しい心を持っていらっしゃる。我々は朝から晩まで煩悩を起こしながら、憎いとか可愛いとか惜しいとか欲しいとか、くだらんことをぐだぐだごちゃごちゃと考えながらしか生きられないけれども、それでも本願を信じてお念仏しているものは
お浄土の小獣の仲間に入れてもらったんだよ、こう五戒さんおっしゃってね、なんですな、お正信玄にもね、必逆入大英衆衆、必ず大英衆の数にいることをおるというふうにこうおっしゃっておりますね。あの大英衆の数というのは小乗寿のことなんだ、小乗寿ということは仏になることに決定しておる仲間のことなんだ、こう言って五戒さんはね大変お喜びになっておるわけでございます。さて今夜はですね、この四心信行欲生我国乃至十念と言われた、これは信心と念仏のことなんですが、この信心と念仏、四心信行、欲生、我国、難しい言葉ですけども、ほんまに疑いなく私の国に生まれることができると思ってくれ、そしてたとえわずか十遍でもいい私の名を唱えながら生きてくれ、すなわち十年に至るまでせよとこうおっしゃった、この仏様の願いの言葉を受け入れていくのが浄土真宗の行者であるということを申しましたが、この四心信行欲生我国と言われたことを、これは一口で言うと信心というんですね。そして乃至十念と言われたのは、これが称名、つまり、行のことですね。称名という行、行ってね、生き方でございます。浄土を目指して生きていく、その生き方を如来様は私たちに教えてくださった。何を信じたらいいんですか、どう信じたらいいんですか、それは仏様の本願の誠であることを疑いなく信じて、そしてお浄土に生まれさせていただくんだと思い取ればいいんだ、これが信心だよとこうおっしゃってね、そして何をしたらいいんですかって言ったら、南無阿弥陀仏と私の名を唱えながら生きてくれ、それが一番落ち着ける道なんだ、それが一番心豊かに生きられる道なんだ、こういうふうに仏様は決めてくださってるんですね。これは本当にそうですよ、まあ、皆さんもそれぞれ何年もお念仏の生活をしていらっしゃると思う、ごちゃごちゃごちゃちょっと人生というのはいろんなことが起きてきますけどね、やっぱりお念仏しているのが一番心休まる世界ですよね、まあ、これがあるから私らは生きていけるというようなことが出てくるわけですね。そこにね、何を信じいかに信ずるか、そしてまた何をなすべきかということが、ここで私たちにちゃんと仏様が決めてくださっている。この仏様のご本願によって自分の生きることの意味と、そして生き方と、そして生きる方向、ね、それを聞き定め見定めていくということが浄土真宗のご法義に合うということだということ、まあ、それを今日お昼、だいぶ詳しくお話をしました。そしてこれをね、五戒さんここではですね、恩誓いの四心信行なり凡夫自力の心にはあらずとかね、あるいは他力の四心信行をもって安楽浄土に生まれんと思えとなりと、こういうふうにね、自力他力という言葉をこう使ってらっしゃるんですね。でここでその自力を捨てて他力に帰していく姿がこういう姿なんだということをこう表されておるわけです。自分の計らいを離れて、ね、自分の考えを表へ出さんと、仏様の仰せに従って生きていく、如来様の願いに従って生きていく、それが何ですね、他力の生き方なんだよということをこう五戒さんおっしゃるわけですね。自力を捨てて他力に帰するって言ったら難しいことのようだけどね、自分の了見を頭に前に持っていかんと、如来様の了見に従って、如来様のお考えに従って生きていけということなんです。これをまあ自力を捨てて他力に帰すというんですが、ちょっと今夜はね、その自力他力ということについて少しお話をしておきましょうかね。あの自力他力ということは分かったようで分からんよう言われることでございます。で分かったようで分からんというのはね、なるほどこれ結構難しいことなんです。いや難しいことってのは難しいないんだけど、難しいしてしまう人がいるわけです。それでややこしになってくる、それでまあちょっとそこのところ間違いのないように今夜少しお話をしとこうと思うんですね。この自力他力っていうのは、まあ、今先ほど言いましたようにね、五戒さんは自力を捨てて他力に帰するんだよこうおっしゃったね、自力を捨てて他力に帰すこうおっしゃいました。で浄土真宗はみんなそうですね、あんた方あのお料理も挙げられる時ではそうですね、もろもろの造業雑種自力の心を振り捨てて、あれ振り捨てんならんだよね、自力の心は振り捨てなさい、
そして如来様の本願他力に帰するんだと、こういうふうに自力を捨てて他力に帰するとこういうふうに言うでしょ。これが浄土真宗の特徴なんでございますね。ところがね、そう言わない人がやっぱりいるんですよ、同じ法然上人のお弟子でありながらね、そう言わない人もいるんです、自力をあそんなの捨てんでもよろしい、自力と、そして、自力にと他力と、ね、加えて、自力プラス他力イコールすごいこういう方程式を立てる人もいるわけなんですね。えらい、なんや数学の話方程式で、自力プラス他力イコールすごいってこういう方程式を立てる方がいらっしゃるんです。これが皆さんご存知の、まあ、智恩院さんなんかを中心にしたあの浄土宗、これ実は鎮西浄土宗ってね、浄土宗の鎮西派なんですね。この鎮西浄土宗では、自力を捨てるんじゃねえ、自力プラス他力、自力と他力とが相よって救いというのが成立するんだと、こういうふうに考えていらっしゃるわけでございます。でこれが中央院さん、ほら浄土宗ね、中央院さん、あもっともね、浄土宗でもね、この中央院さんの方の浄土宗とね、もう一つ違った浄土宗があるんです。この中央院さんの方は鎮西浄土宗って言うんですね。でもう一つはね、同じ法然上人の弟子、あ鎮西浄土宗っていうのはね、法然上人のお弟子で言いますと、昇降坊弁長という方、あるいは弁阿とも言いますけども、昇降坊弁阿、あるいは昇降坊弁長という方ですね。この方の系統が浄土宗鎮西派、鎮西というのはこの弁長という方は、なんですね、今の福岡県、九州の方でしたんでね、あの辺り鎮西っていうんでね、そちらの方でございます、ございましたから、それであの人の系統を鎮西浄土宗って言うんですよ、この辺りですと、ほら安土のあれ何だ、浄光院、あそこが有名な浄土宗の有名なお寺でございますね。さて、これはどういうことか言うとね、こんなあんた他の宗旨のことを説明せんでもいいようなもんだけど、ちょっとそれ知っておいた方がよく分かりますので申します。これは仏教というのはね、仏教というのは自力と他力とが相まって初めて悟りというものが成立するというのが仏教なんだと、こういうふうにおっしゃるんです、まあ、自分が一生懸命努力をして、その一生懸命自分が努力したところに対して仏様のいろいろなその、お力が加わって、そして、悟りというものが完成していくんだと、こういうんですね。ただその中でね、自力の要素が非常に強くて他力の要素が弱い教えがあるね、この自力が強くて、そして他力の要素が弱い、これを自強他弱っていうんですね。自力の要素が、大変強くて他力の要素が弱い、こういう教えを正道門と言うんだと。自強他弱、自力の要素が弱くて、強くて他力の要素が非常に弱い、これが小道門で、小道門のことを自力って言うけど、あれは小道門やったかって自力ばっかりではないんだと言うんですね。小道門やったかって自力ばっかりじゃないんだ、それは修行しようと思ったらお師匠さんがいる、お師匠さんにいろいろ導いてもらう、教えてもらうにはならんでしょ。教えてもらうにはあんたどこ行きゃ分からんでね、こうすんだよ、修行一つにしてもこういう修行すんだよ、こういうふうにするんだよっていちいち手取り足取りして教えてもらわないと修行一つができませんから、お師匠様に導いてもらうにはなりません。それまあ実際にこう修行するとなって、いろんな方々の力ね、助力がなければ、なんだいちゃんた、修行する人は生産活動するわけじゃないんだから、ご飯一つでも着物一つでもやはり信者の方がそれを与えてもらえなきゃね、信者の方からいただかなきゃ食事も着るものも住むところもないということですけど、まあそういう人たちの力が加わるね。それからことに修行していく人には仏様のかびりきがある、如来様のいろいろなこう力が加わってくる、仏菩薩のかびりきがあって、でそういう力があって初めて悟りというものが成立するんだと、これが小道門というんだ、まあ、それに対して浄土門ね、浄土門は自力の要素が非常に弱い、これを自弱っていうんですね、自力の要素が非常に弱い、
で、他力の要素が非常に強い。他力というのは阿弥陀様の本願力だと。で、私の自力の要素は非常に弱くて、他力の要素が非常に強い。まあ言うてみりゃね、自供多弱っていうのはね、自力の要素が 90% でね、こんなパーセンテージなんか書いてはあらへんで、わしが勝手に言うんだけど、自力の要素が 90% で他力の要素が 10% ね、これぐらいだったら小道門っていうんだと。だから小道門は自力だって言うけど、あれ自力ばっかりじゃないんで、自力の要素が強いから小道門っていうんだ。じゃあ他力っていうのは、浄土門っていうのはどういう教えかっていうと、まあ、自力の要素が弱い、まあ、これはせいぜい 10% くらい。それに他力の要素は非常に強い。阿弥陀さんをはじめ観音聖師、さまざまな方々のお力、阿弥陀様の本願力をはじめさまざまなお力に守られて悟りをお浄土へ、迎えてもらうから、これ非常にこれがこの要素が強い。でこれが浄土門だと。だから浄土門中だかって自力の要素が全くないというわけじゃないんだと、でこう言うんですね。これが実は、何なんですよ、浄土宗の教えなんですわ。その安土のあれ浄厳院だったな、安土の浄厳院を開いた方はね、あれ確か流行という方だったかな、と思うんだよその寺までどうでもええなもんだけど、実はあの系統はですね、浄土宗の、先ほど言った蓮我弁阿上人、その弁阿上人の弟子に良忠上人っていう、その良忠上人のお弟子にですね、なんですね、ライアっていう方がいらっしゃって、このライアという方が、京都へで一条流という一派を立てなはるんです。そのライアという人のお弟子にですね、光和正賢という人があるんですね。この光和正賢というのが、その一条流なんですけど、光和正賢という人が、これが正常賢院というね、立派なお寺を作るんです。それでこの系統を上賢院、正常賢院っていうんでね、略して上賢院流というんです。その上賢院流のね、正賢から3代ぐらい後だと思うんですね。その人があそこを建てたと思うんです。光和正賢の3代くらい後の人が建てた安土の浄厳院はね、なかなか名刹でございます。その、実は浄厳院流の、まあ、を、完成した光和正賢という人はね、三部仮名章という非常に立派な書物を書いてるんです。あんまり皆さんご存じないけどね、仮名文学の仮名法語ですね、仮名で書いた、この御法語、まあその当時の代表的なものと言われる、ちょうどねその頃にね、有名な、健康法師なんていうのが出ましてね、吉田健康とも浦部健康とも言われますが、あの健康法師が出まして、つれづれ草を書きました。あの健康法師と並んでね、仮名文学の双璧と言われた光和正賢、この人が三部仮名章というのを書く。その三部仮名章というのはね、奇妙本願章、それから西洋章、それから不死総合章というのは、これ3つ、これで三部仮名章、これ素晴らしい書物なんですね。この中にですね、このことが書いてある。こういうことはね、やっぱり非常にこう、うまいこと、面白い例えで言えてある。この自力の要素っていうのはね、私たちが阿弥陀様の本願を信じて念仏する、これだけはわしがやらねえいかんこっちゃと、ね、本願を信じて念仏をする、これだけは私の仕事や。その本願を信じて念仏するならば、それに対して阿弥陀さんが臨終に迎えに来てくださって、そして極楽に連れて行ってくださる。なんでかって言ったら、お念仏する者、本願を信じて念仏している者は極楽に生まれさせると本願にお誓いになっているから。だから、なんですね、本願を信じて念仏しておる人は、その臨終に極楽に阿弥陀様は迎えに来てくださるんだ、こういうわけなんですね。でその、本願を信じて念仏する、これは私の仕事や、ね、これは私の仕事で、臨終に仏様が迎えに来てくださって極楽に連れて行ってくださるのは、これは仏様の仕事や。だから私の仕事と仏さんの仕事が2つあるんやと。分業だな、分業中だな。この頃あんた会社工場行ってみな、あれ全部分業になってる。でここでも、私が
の仕事は何か、本願を信じて念仏するという、これだけは私の仕事、それやらなあかん、これだけはちゃんとしなされ。でじゃあどれくらい念仏したらいいんですかと、それは多い方がいい、しかも、ことに臨終はお十年と言ってね、臨終には10年念仏を唱えて死んなはれ、それが一番いい、できたらあんた方やんなはるか死にわけ、さあれどさくさ紛れやからな、できるやらどやら分からへんで、しかしまあまあ10年何万だ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 となる臨終ね、心を静めて10遍念仏したら阿弥陀さんはちゃんと迎えに来てくださると、こう言うてな、10年念仏、つまり本願を信じて念仏するだけは私の仕事、そしてそのものを臨終に迎えて浄土に生まれさせてくださるのは阿弥陀さんの仕事で、私の仕事は弱い、これは弱い、山の中にこもって修行するというわけじゃないんだから、ただ口に南無阿弥陀仏と唱えるくらいだから、これは弱い仕事だ、弱いことだけども、わしがやらにはいかんこっちゃと、こういうことですね、そういうことを自弱多強と、これ例えで言いましてね、こんな例えがある、この話とはあっちの話ばっかりして、何や浄土宗の方から仰せが出てきそうな、あの何面白い例えがある、子供がね、腹っぱいて遊んでた、ね、一人遊んでた、ちっちゃい子供が、そしたらね、なんですよ、草にわーっと追いかけかぶさって分からなかったんだけどね、の井戸があった、その井戸の中にストーンと落ち込んでしまった、けどね、幸い中には水がなかったんでね、子供は落ち込んだけどね、だけどまあ溺れることはなかったで、しかし、なんですよ、泣いてもわめいてもそのあたり誰もいないもんだからね、どうしようもない、やっぱり井戸ですからね、ちっちゃい子供ですから、なかなか這い上がることはできない、もうどうしようもない、泣きながら待ってた、そのうちにですね、だん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 夕方近くなって、親たちはね、子供が帰ってこんちゅうね、心配して、あ、遊びに行ってそのまま帰ってこんちゅうね、で親たちがその探しに来た、それで野原のところを探してけどね、その落ち込むほどですからね、あの草がぼうぼうと生えていて、その見えないから落ち込んだんだからね、親は探しに来たんだけど分からん、どこ行ったんやろな、ってするとですね、井戸の中からお母ちゃんお母ちゃんちゅうその泣き声が聞こえた、あおるおるあそこじゃ言うて飛んで行ってですね、ほんであこんなとこ落ちてるわっていうので、親からね、その、上から、はしご下ろして、はい上がったおいでちゅうてからんで子供を引き上げた、とこういう、ちょうどこんなもんやとこういうんですね。しかし助けてくれ言うだけは言わなんだらあかん、ね、助けてくれとこう言うので、お母ちゃん助けてくれちゅうたんで、その声を聞きつけて親が飛んできたんや、あんた方やったってお念仏する時は助けてくれちゅうわねんと仏さんは来てくれはらへんで、とこう書いてあるんだ、嘘や思ったら読んでみなあれあのそうかで、で、なんで助けてくれ言うたからちゅうて助かるわけにいかんわな、なんだジェット機じゃあるまいし、ロケットじゃあるまいして、助けてくれ言ったらポンと上上がったちゃうのわけにいかへんね、助けてくれ言っただけの力で はこの井戸から這い上がることはできないけれども、その声を頼りに、ね、その声を頼りに仏様は迎えに来てくださんね、だから臨終何万だ何万だ何万だと唱えて、助けてください阿弥陀さん助けてください阿弥陀さんって言うて言うてたら、仏さんがちゃんと助けに来てくださんねんで、だからお念仏さえしたらいいんだよと、こう言われてるんですわ。これがあっちの方でね、うん、よう分かりましたろ、何やったら地位的なあれあの、ね、ところがね、五戒さんは違いますね、五戒さんはそうおっしゃる、お念仏、本願を信ずることも念仏することも私の力じゃないんだとおっしゃるんですね。本願を信ずることも念仏することも仏様のお力で与えられたことなんだ、本願を信ずる身にし育て、お念仏する身に育ててお浄土へ連れて行ってくださるのが仏様や、だからね、お念仏してるのは助けてください阿弥陀さんちゅうてんのじゃのうて、助けてくださる阿弥陀様ちゅうて喜んでるのがお念仏なんやど、とこうおっしゃって、ちょっと違うでしょ、せけどえらい違いやで、助けてください阿弥陀様というのか、助けてくださる阿弥陀様ちゅうのとえらい違いやで、これはそこのところ一つ皆、間違いようにしてほしいと思うんですね。さあそこで親鸞聖人のおっしゃるなんですね
自力っていうのは、自力他力っていうのはどういうことかって言ったらね、今申しましたようにお念仏も信心も念仏も如来様のお計らいによって与えられたもんだ、ね、私を念仏する身に育て上げて、ね、私を本願を聞いて喜ぶ身に育て上げて、そして私をお浄土に連れて行こうとなさってるのが仏様のお仕事なんだ。念仏するのは俺の仕事、助け極楽に連れて行くのは阿弥陀さんの仕事って、そんなんと違う。そういうふうに考えるからね、ただ念仏するのはわしの仕事で、ね、極楽に連れて行くのは仏様の仕事やと考えるから念仏してるけれども、ほんまにこれでお浄土行けるかいなという心配が出てくる。お念仏はしてるけれども、これでお浄土行けるやろか、ね、具勢寺さんに参って、ね、具勢寺さんに参って、ね、そしてお念仏もさせてもらったんやけど、これでほんまにお浄土行けるんやろかっていう、それ出てきますわな、あんた方どうです、念仏はしてるけれども、これでほんまにお浄土行けるんやろかっていう疑いが出てくる。なんで出てくるかって、念仏するのは俺の仕事で、助けるのは仏様の仕事だから。やっぱりね、仏さんこれで気に入ったかいな、どうかいな、これで仏様が助けてくださるかいな、ほんまどうやろうかなっていう、そういうやっぱり危ぶみ心がどうしても出てきますわな。けどもね、お念仏していることが仏様のお計らい、如来様のお仕事なんだと、私が念仏していることがすでに仏様のお働きなんだということになったら、念仏する身に育てて私をお浄土へ連れて行ってくださるのが仏様の仕事だったら、念仏しているということがもうすでに仏様のお働きの中に、お救いの働きの中にある証拠でしょ。まあ、例えて言うたら、春になったらね、桜が咲く。桜が咲いたから春になったんですか、春になったから桜が咲いたんですか。そんなもんどっちでも一緒やねんか、そんなことあれへんで。春になったから桜が咲いたんですか、桜が咲いたから春になったんですか、どっちです。そんなもん誰でも分かるわな、春になったから桜が咲いたん、そんなもん決まったろ。そうですよな、そろそろ通りです。春になったから桜が咲いた、春の陽気が桜の花を咲かしめてる。春、花は咲いてるけれどまだ春になったかいな、どうかいなって、そんなこと思うやつおりゃせん。桜の花がパーッと咲いてる、おお春が来たなっていうの、ほら桜の花が知らしてくれてる。阿弥陀様の救いがね、阿弥陀様の救いがどこにあるんだって言ったら、ここに一人念仏する者がいたら、あ、如来様の救いは今ここに現れているっていうことなんですよ。ですからね、こうなったらあんたね、念仏してるけれども助かるかどうかわからんちゅうのは、そんな不義理なことを言いなさんなよ。仏さん、あんた、そりゃお前えらい心意違いやでってこうおっしゃるわな、ね、お前誰の力で念仏してると思って、ね、念仏させた力が、お前を念仏の修行に仕上げた力が、お前をお浄土へ連れていく力なん、同じ力なん、念仏させた力が、それがお浄土へ連れていく力なんだから、念仏してるけれどもお浄土行けるかどうかわからんちゅうのは、そんなことを考えることを自力の計らい。だから自力の計らいちゅうのはね、念仏するのは俺の力やと思ってることは、実は私を念仏するものに仕上げてくださった仏様のご苦労を忘れてしもとるやないか。そりゃ如来様に対してご無礼やでっていうことなんです。ご無礼なことなんだからやめなはれちゅうんで、自力を捨てなさいとこう言うんです。わかりますかな。五戒さんのおっしゃることはそういうことなんだからね、仏様に会いたいと思ったらね、何万ダブ何万ダブとお念仏すんねん、ねえ、お念仏、あ、仏様、あ、ここにいてくださったな、ね、ここにいてくださったな、ね、だから臨終にあんた迎えに来てもらう必要ないねんで、一緒におんねんから、一緒におったら迎えに来てもらう必要ないわ、一緒におらんから臨終に来てもらいたいとこう思うんです、ね、で今日は駅まで私迎えに来てくれはった、まあ、もともここはしょっちゅう来てるから知ってるけどな、駅まで迎えに来てくれはった、ね、だからまあ、寝とってもここまで連れてきてもらった、ね、だけどなんですよ、あれ初めてのとこやったらね、ぜひ駅まで迎えに来ててもらうんだら道分からへんっていうのは、実は明日の朝わしは、お参りに行かんなんとこあんねん、三部教に、そういういっぺん行ったことあんねんけどね、もういっぺん行け言われたら、よう行かんねん。
で、ややこしいところでね、だからね、困ってますね。まあ、明日朝電話して何時にどこそこへつくさかいに迎えに来てくれや言うて、まあ、もう電話しようと思ってますね今ね。千里中央いうとこまでね、わしそこへ着いたら迎えに来てくれやっていうのは、もう明日の朝電話してそれから行こうと思ってますね。そんな時はあんた道分からなんだろうね、迎えに来てもらうのはしゃあねん。けどあんた例えば向こうからね、うちとこまで迎えに来てくれてね、一緒に行くんやったらもう迎えに来てもらう必要ないわな。私たちはもう今ここから阿弥陀様に迎えられている。その阿弥陀様に今すでに阿弥陀様のお迎えをいただいている。そんなどうして分かんねんって言ったら、そう今念仏するものになってるやないかね。教えを聞き法を聞いて喜び、お念仏する身にしてもらっている。ここまで育ててくださった如来様のお力、これが本願力なんだ。この本願力が私を浄土に連れて行ってくださる本願力だ、ね、お願いだから私を、ね、私も世界に生まれることができるんだと思ってくれよ、そしてお願いだから私の名を唱えてくれよと念じてくださったあの仏様の本願力が私をしてお念仏する身に育ててくださった、ね、その念仏する身をお浄土に連れて行ってくださってるのが仏様の姿仕事やから、んなもんあんた、死に明けに臨終に仏様迎えに来てくれやっていうようなことを言う必要はない。もう今から一緒に行く、ね、これが五戒さんの他力ですね。ですからね、私たちはこの点をね間違えないようにしましょうね。そうなったら念仏してるけれどもほんまにお浄で行けるやろかどうやろかというのは、そんなことはちっとも言う必要のないこと、心配のないこと、もう念仏させた力がお浄土に連れていく力、それを五戒さんはね、たまたま行進を得ば遠く祝宴を喜べとこうおっしゃった。たまたま行進を得ば遠く祝宴を喜べ、本願を信じ念仏する身にしてもらってる、ここまで私を、ね、しぶとい私をここまで育ててくださった如来様のご苦労がどれほど深いものであったか、そのことを喜ぶのが、それが如来様の本願他力を喜ぶという姿なんだ、ね、それが本願力に帰するということなんだね。ですから皆さんもそうですよね、お念仏してなはるのはそのまんまが如来様の本願力の真っ只中にあって、如来様に支えられている姿だと、こういうふうに思っていただけばいいですね。今から300年ほど前にですね、本願寺にお出ましになった御門主に若女上人という方がいらっしゃった。若女上人というのはね、なんですね、大谷の本廟ありますな、大谷本廟、五戒さんの御廟所でございます。五戒さんの御廟所、大谷本廟のところにね、明朝堂と書いてある、あの字、ずっと奥へ入りまして、それでもう五戒さんのあそこに五戒さんのお墓があんねんっていう、その前までおいでになって、あそこでこう何でしょう、礼拝されるでしょう。その時ね、ちょっと上向きますと、これ軒板の、ね、上にね、明朝堂と書いてある、あれを書かれた方がね、若女上人だ。この若女上人がね、こういう歌を作ってらっしゃる。引く足も唱うる口も拝む手も弥陀願力の不思議なりけりとかおっしゃってね、引く足も唱うる口も拝む手も弥陀願力の不思議なりけり。引く足もってのは、ここまでね、御法聴聞しようとここまで足を引いておいでになること、ね、足を運んでらっしゃること、それが引く足も。なも足が勝手に巻いてきたんじゃがな、ね、両方の足をあんた互い一年に出して巻いてきたのは俺がな、わしが巻いてきたんやなと思っている人は仏様に会えませんわな。けどね、なかなかお寺へ参ろうという気が起きることに夜分になるとね、疲れるし、お寺参っておもろない話聞くよりはテレビでおもろいね、おもろいテレビの番組ある、まああんたがそうやろ、ね、お寺参ってあんまりおもろない話あんたかしこまって聞くよりは、僕はとしてあんたテレビ見とった方がよっぽど面白い、ね、それにあんたそれやめて
ね、わざわざこのお寺まで参ってきて一言でもご縁に会おう、一言でも法を聞こうっていうね、こんな心が起きてきたっていうのはただごとじゃないで、これは。いやほんま、別に私はあんた方にあのおべんちゃら言ってるわけない。いやほんまそうですよ。大体あのいやあんた時間経ってまうけど、いやこの頃ねお寺参る人は少なくなったっていう、うん、昔は多かったんやって、ほんといっぱいになるくらい家だって、うん、なんでやろう、さあこの頃テレビやら面白い番組ぎょうさんあるからなってこういう、ほんだったら今まで参っとったあんたはテレビの代わりに参っとって漫才と落語の代わりに参っとっただけやねん。いや昔やったって今やったかってね、本気で法を聞こうと思って参ってくる人はね、そんなにたくさんないんですよ。今ここ参ってはる方くらいなもんだ、私はそう思う、ね、それがね本当言ったら、しかしどうしようかなとちょっとくらいためらいがあるでしょうが、やめとくかな今日はちょっとしんどいしね、今日はで面白い、今日は何の番組あるのか俺は知らんけどもね、なんだあんだ面白い番組でもあったらこっちの方がええでってね、どないしようかなとこうちょっとためらいがあるでしょう、あのためらいがあれが人間のええとこや、人間らしいとこや。そのためらいを振り切ってね、一言でもご縁に会おう、こんな心が起きてきたっていうのはただことじゃない。大体人間っていうのはね、お寺参るのは好きじゃないんです、何しろお寺参ったらろくなこと言わん、人間は死ぬものじゃと、人間っていうのは罪深いもんじゃと、そんなもん聞きたないことばっかり言う。しかしねこれはねよそで言うてくれんからここで言うんだ、そうですよな、人間ちゃ罪の深いもんじゃで、罪を償いゃ生きていけんものやね、そんなことあんた聞きたないわな、お前賢いなって言うてもたら嬉しいけど、ほんであんまり名号ないねんで先は、そんなことね、ほらあんまり聞きたないわな、いつまでも生きてられんやったとこういう方が職員やん。ところがお寺もやると嫌な話する。大体ね真実っていうのはね、愚か者にとっては残酷すぎるんだっちゅうた人がありますがね、そうかもしらん。だから仏法を聞きたくないっていうのは私たちのね本音なんでしょうね、その私たちがその自分の本音聞きたない、それよりもっとおもろい話が聞きたいと思っている私の心を振り切って、そして一言でもご縁に会おうっていう心が起きてきたっていうのはただことじゃないんだ。それをおっしゃった引く足も、ね、唱うる口も拝む手も弥陀眼力の不思議なりけり。そうなるとね、お寺へ参ってきて初めて仏様に会うんじゃないんだ。どうしようかな、お参りしようかな、もうやめとこうかなとこうためろうて、そしていやほんでも一言ご縁に会わせてもらおうと、そう振り切った瞬間にですね、あこんな心を私に起こしてくださったのが仏様だったんだなと思ったら、そこで仏様に会いますねんで、如来さんありがとうございました、私のね気ままな心を抑えて法を聞く身に押し出してくださったありがとうございましたとこう言った時に、お寺へ参るその前にもすでに仏様に会うてらっしゃる。仏様に会う場所っていうのはそこなんですよね。あのためらいを振り切っていく時にそこで仏様に会うんです。他力というのは何もせんこっちゃない、自分の気ままを抑えてそして仏様の方向を向いた、それを向けて変えてくださったのは如来様だっていうので、ありがとうございますっていうのが他力なんですよ。何もせんとあんた昼寝しとったんじゃ他力じゃない、そいつが気ままちゅうもんだ。さあそうしますとですね、引く足も唱うる口もっていうのはお念仏ですね、拝む手っていうのは合掌でございます。仏様の前でこう合掌するね、これは美しい姿です。これ人間の取るポーズの中で一番綺麗な姿っていうのは合掌でしょうね。この合掌してる姿見て腹立たんもんね、大概憎たらしいやつでも合掌してる姿見たら腹立たんで、ね、合掌してるのは腹立てるやつおったらそっちの方が邪険じゃわ、しかしこんな美しい姿をね、こういう美しいポーズをね私たちに取らせてくださる真実なるものを仰ぐ姿、ね、真実なるものを仰ぐ姿っていうのはほら謙虚なね、その姿っていうのは一番人間の美しい姿です。そういう美しい姿を私取らせてくださった、これが仏様だ、ね、その、両手合わせて如来様を拝む、拝んでるのは俺やと言うんじゃなくてね、あこんな姿を私に取らせてくださったな、そのことに気がついた時にね、拝む手も弥陀眼力の不思議なりけりっていうことですわな、
拝む手、唱うる口、その姿に仏様の本願力の躍動を感じていく、こういう煩悩具足の凡夫を、それを仏様の方向に向け替えてくださっている、これは大変な大きな大きなお力だったんだなということがね、それがしみじみとこう味わわれていくところに、他力ということのありがたさがあるわけですね。それ自力っていうのは、それを自分如来様がなさしてくださったことを自分の解消やと思って、俺がって言うてからに高上がりしている姿が自力っていうんですね。隣のねおばさんに一緒に参りませんかって言ったら、今日はな忙しさからやめますわとこう言われて、なんじゃあの人なあ、邪険な人や、それから比べたら私はな、こういうお寺に参ってる、まあなあだいぶ仏さんに近いわよと、こう、それはちょっとおかしいんじゃないかな、ねえ、なあお寺なんかまだ参る暇ありませんわとこう言われた時にね、ああせや、あれがほんまはわしの姿やった、ね、あれが私の姿やった、ね、え私の 本音を知らせてくださったあの人は、しかしその本音をね抑えて如来様がここまで引き寄せてくださったっていうのはありがたいことやなっていうことに気づかせてもらったら、そこであんた、あの人は邪険な人で、わしの方が仏さんにだいぶ近いわい、今度お浄土行ったらおらええとこ行かねえとこう思うような、それが邪険、それを自力とこういうんですね。だから五戒さんは自力のことを邪険狂慢悪修行とおっしゃったでしょ。弥陀仏本願の念仏は邪見狂慢の悪修行は信行受持することは甚だもって堅し、何の中の難これに過ぎたるはなし、正真言におっしゃってるね。弥陀仏本願念仏邪見狂慢悪修行信行受持人に難難中し難昔とこうおっしゃいますわな。如来様の極真の結晶であるお念仏をいただきながら自分の解消で唱えていると思うのは、如来様を無視したことであり、そのことによって仏様を、ね、仏様を見えなくしてしまっている、如来様のご苦労が見えなくなってしまっている、その仏様を覆い隠す心が自力の心なんだ、だから自力の心は捨てよとこうおっしゃったんですね。これが五戒さんの他力ということのお言われだったということでございます。さあ、お話ししますと、ちょっと時間がもう9時をちょっと、ま、なり9時になりました。9時、あこの時は3時か、まあ、ちょっと9時を回ったようでございますので、今日はこれで終わらせていただきます。どうも失礼いたします。なんだ。なんだ。上人一流のご関係の趣は新人のもって本とせられ候、そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙をすれば、不可思議の眼力として仏の方より往生は事情せしめたも、そのくらいを一年勃起入症状始終とも釈し、その上の称名念仏た如来はが往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこうあなかしこう、何万だ何万だ、何万だ何万だ何万だ。ご一同にお両下出言、もろもろの造業雑種自力の心を振り捨てて一心に阿弥陀如来我らが今度の一大事の御所御助けそして候頼む一年の時往生一条御助け事情と存じ、この上の称名は御恩申し候、この御断り聴聞申し訳候こと五戒三上人ご出世の御恩次第僧正の前知識の朝からざる御関係の御恩とありがたく存じ候、この上は定め犯せられる御起きて守り申すべく候
ナマンダム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 ツナマンダムナマンダムツナマンダム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 ツナマンダムツナマンダムツナマンダムツナ